扉と迫り来る足音、耳を塞いで見ないふりした。立ち止まった僕の後ろにいる君が問いかける声だけは胸を突き刺す。晴れやかな空が今は痛くて、だけどこの痛みを愛せるなら君はきっと笑ってくれるかな。変わらない笑い飛ばして、輝く夜空の星が流れるとき、人間は皆どのような願いをするのでしょうか。お金が欲しい、恋人が欲しい、未来を変えたい、過去を変えたい。ですが、それは本当に願いなのでしょうか。願いとは、そう、妄想にしか過ぎないのです。妄想をする、それは決してやましいことではございません。人間は誰しも大なり小なりの妄想をする生き物ですから。いえ、少し言い方を正しましょう。妄想をする生き物は人間しかいません。つまり妄想とは人間にのみ与えられた特別な力なのです。妄想の中には辛い現実など存在しません。叶わぬ理想も思いのままに。妄想こそが人間にとっての本当の幸せだ、そう言っても過言ではありません。ですが人間は知っている。妄想は妄想であり現実ではありえないということを。そうです、現実ではありえない。これが悲しい現実なんです。そしてこれこそが妄想が妄想であるゆえんなのです。しかしですよ、妄想が現実になればそれはとっても素敵なことじゃありませんか。だからこそ私が存在しているんです。さあ舞台の幕は上がります。夢より素敵な妄想をお楽しみください。ここは一体どこなのでしょうか。かかってこいよ。
ラストパッド。夢より素敵な妄想なのでしょう。これでも楽に行こうって。それとも辛い現実。飛ばしてくぜ。はっ、やるだか。あなたはどちらを望むか。楽に行こうって。まあ、楽勝。これでも妄想と現実はいつもあなたのすぐそばに。ようこそいらっしゃいました。妄想と現実の狭間へ。妄想なのか現実なのか、その答えはいつでもあなた次第です。さあ始めましょう。現実のような妄想、そして妄想のような現実を。やばいやばいやばい、これじゃあ完全に遅刻だ。水木のやつ怒ってるかな。せっかく週刊チョップの早売りを持ってきてくれてるっていうのに。早くジャンク通りに行かないと。土曜の秋葉は人が多いな。まあ、にぎわってて楽しいけど。はーい、そこのご主人様、ニャンダミケがご案内にゃ。なに、ごめん、ちょっと今急いでるんだけど。少しだけ話を聞くにゃ。猫耳喫茶ニャンドリーミンが明日オープンにゃ。
そしてニャ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 ンと明日限定のオープン記念ドリンク1杯222円の大サービスニャン。はい、これチラシニャン。ありがとう。で、ここ先月までウサ耳喫茶があった場所じゃん。時代はウサ耳より猫耳ニャン。ほんと秋葉ってこの手の店の入れ替わりが激しいな。ニョニョニョ、やば、水木からだ。もしもし。もしもしじゃないでしょ。さすがに2時間は待たせすぎだよ。ごめん。今どこ？今は向かってる途中。もう少しで着くから5分以内には。はいはい、分かったよ。それじゃ期待しないで待ってるから。やばい、今のはちょっと怒ってる時の水木だ。ごめん、また今度。ちょっと友達を待たせてるんだ。ご主人様のご帰宅心よりお待ちしてますにときた。ごめん、もう遅いよ。朝日待ちくたびれちゃったじゃん。いや、その来る途中にいろいろあって。ま、一応聞いといてあげる。今日は一体どんな言い訳を用意しているのかな。メイドさんと話したりとか。僕との約束よりメイドさんの方が大切だったんだ。いやいやいや、そうじゃないって。決してそういうわけじゃないから。本当に。それで？なんかいきなり話しかけられたんだよ。明日猫耳喫茶がオープンするんだにゃんって。何それ。いや、今のは。もう今日こそは怒ろうと思ってたのに笑っちゃったじゃん。だけど朝日って昔から不思議と人を寄せつけるよね。そうか。俺いつもだいたい一人だぞ。そんなことないよ。きっと朝日が気づいていないだけ。今日も僕が早売りのチョップを持ってきている。それが何よりの証拠だよ。はい、これ
読みたかったでしょ。おー、続きが気になって仕方なかったんだよ。わざわざありがとな。ううん、気にしないで。どうせバイトに向かう途中だったから。ま、あと30分遅れてたら時間切れで先に行っちゃってたけどね。そっか、今日は土曜だし、水木はいつものバイトの日か。だけど水木らしいよな、中学生相手の家庭教師だなんて。そういう朝日の今日の予定は、家帰ってチョップ読んで、あとは寝るだけ。おい、人を暇人みたいに言うなって。チョップだけじゃないぞ、アニメとゲームも待ってるんだからな。で、朝になる頃に寝るんだよね。充実してるじゃないか。もう相変わらずニート生活を満喫してるんだね。俺にとってニートは天職だからな。もったいないな。ん？何の話だ？さあ、なんだろうね。それじゃあ僕、そろそろ行かなきゃ。今日はありがとな。それじゃあまた。うん、またね。それじゃ、バイバイ。さてと、それじゃあ俺も家に帰るとするか。